インディアモーターサイクルの方に来てます。はい、で今日実はエミちゃんに試乗車の紹介でガンガン乗りまくってもらおうと思ったけど、あいにくの雨。残念、ね、あいにくの雨でね、乗れないで、これ、ね、もう撮影中止って言ってたら珍しいオートバイが入ってるっていうから、ちょっとそれ紹介したいと思います。これね、インディアンのスカウト、これ新車でうちのご試乗いただけます。これ試乗車で、ね、新車で用意してるんでいつでも乗れます。京都インターまで来てください、いつでも試乗してもらえます。で実はこれが発売されてちょうど100周年の限定モデルが今中古車で入ってきたので紹介してみたいと思います。って言ってるけど実際僕分からないので、うちのねキリアンに紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。キリアン、これ 何が珍しい？スカウトが作られて100周年の限定モデルになりますので、いろいろノーマルのスカウトとは違うところがあります。要はこれ何、1920年に一番最初の1台目が作られてるから、それから数えて100周年ってことやから2020年に発売されたモデル。そうですね、が今2023年からちょうど車検が切れて入ってきたこと、はい、これが珍しい理由は実は寂しい理由やで、その寂しい理由は後ほど。これがね、うちで普通に普段試乗してもらえるスカウト、これを100年前のスタイルにしましたよっていうのが100周年アニバーサリーモデルのスカウトって形になります。で、スカウトって面白くて、これがスカウトロールっていうモデルで、これスカウトボバーっていうモデル。だからね、同じスカウトの中でもいろんなこう、なんとなくこうネオでしょ、ホイールなんか、ホイール一つ見ても、そうなの、ちょっとずつデザインを変えてかっこよくこう作っていったんだけど、だからね、これなんかだとほら、ミラーも下側につけて、ほんとだ、そうなのよ、ちょっとずつちょっとずつね、こうデザインとか使ってるパーツ構成で変えていってるんだよね。若い人はね、結構人気あるのはこういった感じになって、かっこいい。そう、そんな中で一番、ね、スタンダードがクラシカルなんだけど、それをもっともっとクラシカルにした100周年モデルがこの非常に希少な100周年モデルになるそうです。じゃあこれね、ちょっとチェックしていこうと思います。これエンジンで何 cc やったっけ？エンジンは 1133cc です。 1133cc。 馬力は？馬力は95馬力です、トルクが97ニュートンメーターを5600回転で、これエンジンは水冷の V 型60度の V ツイン、 V 型2気筒エンジンになります。水冷なんだよね、風冷っぽくデザインはきちっと仕上がっているので、ほとんど水冷っていうのが分かりにくいような形になってます。これフレームだからね、これカバーじゃないんだよ。あ、そうなんだ。そこがだからいい作りなんだよね。ちょっと変わった作りで、これがフレームの中に隠れてるから分かりにくいのね。だから横から見た時にはえっていう感じでね、ラジエーターどこにあるのっていう風に見えるのはそういうことです。これキリアン、はい、あとミッションってどんなミッション持ってるの？ミッションはリターン式の6速ミッション、駆動は、ベルトです。今はもうインディアン全部ベルト？ベルトです。シャフトドライブも何も採用せず、はい、オールベルト式、はい、になるそうです。じゃああとはこれ特別なところだけまず取っていこうかな。フロントフェンダーもこのクラシカルになるように、このフロントが分厚くてリアがこうちょっとね、こういう風になってる。これがもう本当にね、あのインディアの特徴なんで、それにこういうピンストライプが入って、このカラーリングね、この赤色と、うん、これね何色って表現しろ言われたら難しいねんけど、この色見たらインディアンって感じ。メーターパネルもこの色やね。でこのピンストライプにこのインディアのロゴと、まあまあこれは100周年っていうのがね入って、1920年から始まってますよという形になってます。あとはねメーター見て、メーターこのメーターのこの赤色、色の質感わかるかな、この質感がまさにインディアン、もう当時のインディアンから変わらず、このねなんとなくもうなんか段ボール箱に印刷したような色やもんね。はい、でもこのインディアンのこの赤色っていうのはもう、あ、インディアンって感じがします。確かに。シートはこれ何のシートやったっけ、キリアン？これはタンレザーです。タンレザーで作られたこのソロシート、これもう本当にね当時のいわゆる昔のクラシックのオートバイっていうのはこういうシートで、サドル型でね、昔はここにねショックが入っててミヨンミヨンってなってんよ。お尻に力入れるとか体重かけてみる、そこのシート下がるから。はい、今はもう動きません、固定式のソロシートになります。でこのリアフェンダーについてるのがこのキャリア、このキャリアも昔のイメージをそのままに残したクラシカルなものになります。もしどうしても2人乗りで登録をしてほしいってことであれば、今回の車検取るときは可能なの？可能ですね。だここにタンデムシートつけて、タンデムステップをつけて2人乗りで車検を通すに、これはでもどうなんやろ、2人乗りでするべきなのかな。デザインを考えると、デザイン考えるとこれはもうソロで乗ってほしいタイプの車両だよね。で2人乗りで乗られたいっていうんであれば、今ある、はい、スカウト、新車のスカウトだったら2人乗りが可能って形になります。
じゃああとはこれね、クラシカルに見せるためにスポークタイプを、スポークのホイールを採用してて、フロントはディスクブレーキ、普通に前後ディスクブレーキがついてるんで安心の、もう制動力にはね不安がない、もう今のオートバイになります。こちら側回ってくると、あ、そうか、昔はこの中にホーンが入ってたけど、今はホーンではなくてここで鍵のオンオフなんだね。これってここに鍵のオンオフがついてるってことは、ハンドルロックどうやってすんの？ハンドルロックは、ステムの下に鍵穴があります。鍵を回していただくとこれでロック。なるほど、ここに鍵が、はい、ね、なので発進の際は忘れずに解除してからエンジンをかけて出ていってください。めちゃめちゃアナログやなそうですね、なんかめっちゃアナログやこれがインディアンね、ついてるのみんな、あの形はね、ソケットのタイプとか様々で各車種によって違うんだけど、バッテリーコンディショナーっていうんだけど、家で長い間止めとくときはもう充電しといてねっていうやつ、こういうのついてるんですよ。だけど車体にはねオプションであって、このバッテリーの充電器自体はついてこないんですよ。それはお客様に買ってもらわないといけないので、今回ね YouTube 見て買いに来ましたって言っていただいたら、この車両にはプレゼントしたいと思います。それとね、まあまあどれでもいいよ、インディアン買ってもらえるのを、まあ、あの YouTube 見てきましたって言ってもらったら、バッテリーテンダーはプレゼントしちゃいます。だからあのキリアン言われた時はタダであげて、はい、こういったものをね YouTube 見たでプレゼントしますので、はい、はい、ぜひお問い合わせください。ここプップーやけど、うん、あんなところにホーンが、あ、本当だ、だって僕ら旧車やったらここがさホーンカバーになってて、必ず中にホーンがついてるやんか。確かに、これ今やからもうデザイン的にはホーンカバーついてるけど、あそこについてるんやね。これショックは、あ、調整式だね。だから結構調整できるね。調整できる、うん、できるできる。全部ね最近 LED とかが採用されてるけど、これね本当に分かる人には分かると思うんだけど、この縦長のこのデザインもインディアン独特だ。でマフラーはね、これはクロームで2本出しになってていい音がするんで、後でエンジンかけて聞いてみましょう。これはきっとスカウトの中では一番シート位置高いんじゃない？シート位置は高いと思う。そう、それでも乗りやすいっていうのをね見てもらうのに、ちょっとエンジンはまたがってみて、ちょっとエンジンかけて操作方法やってみましょう。エミちゃん、はい、これね、スカウトの中では一番シート高さが高いやつなんですよ。だからこれが一番女性に優しくない高さの車両になります。これちょっとまたいてみて、はい、どう？つくよ。でしょ？だからインディアンのスカウトは一番シート高が高いソロシートをつけたって女性に優しいモデルなんだよね。だこれ全然女性でも乗れるし、全然だってエミちゃんなんか身長110センチやでちょっとちっちゃく言い過ぎたけど、いやいやほんまに俺は2メーター50あんねんけどないやでもそれでもこうやって足つき性がいいから全然女性でも乗ってもらえると思います。安心してなれますよ、ね、そう。ちょっとエミちゃんノーマルにも乗ってみて、一回こっち側来て、これねノーマルに乗ってもらったら分かると思うんだけど、これうちの試乗車です。はい、もうさらに、そうやね、さらに足つきがいいのよ、すごい。もう安心、そう、安心して乗れるこのインディアスカウトシリーズ、はい、すごいね。どっちも平気ですよ、乗れます。そうやろ、うん、だから全然ねこれ安心しては乗ってもらえるんだけど、本当に足つき性がいいってこんな安心なことはないからね、はい、そうですね、はい、確かに。そしたら、はい、操作方法いってみよう、はい、じゃあこれはね、はい、操作はめちゃめちゃ簡単やと思う。もうオンにして、じゃあキルスイッチの確認して、はい、これってクラッチ握らんでもいいタイプ？クラッチに、ね、握らなくて大丈夫、はい、じゃあこれでスタートボタンを、お、じゃあちょっと吹かしてみて、オッケー。思ってたより振動がない。ない、そうか、実はねちゃんとねラバーマウントで振動がね吸収されるように作られてるんだよね。そうなんだ、さすがだね、分かるんやな、エミちゃんそういうことが。 ありがとうございます。あとこれ何を？一回開けてみてください。はい、USB の大きいタイプ、普通の USB ついてるやん、充電できるような。これこっから USB で充電が取り出せるってこと、はい、これ純正でついてんの？純正ついてます。へえ、こういうところ優しいな。うーん、メーターはオンにすると走行が3700キロ。でメーターってどうやったら変わるの？左のスイッチボックスのこれです、ね、そうです、あ、はい、そこやね、はい、ここ押したら変わんねんね、時計もついてんねんね。でもう一回押して、これがトリップ、もう一回押すとタコメーター、でもう一回押すと水温計やね、はい、で次押すと
何ですかね、 DC DC、 あの後ほど調べてテロップ入れときます。でもう一回押して元に戻りましたって感じだね。あとはこちら側がキルスイッチとスタート、こっち側がライトのハイロー、ね、ウィンカー、最後押すとハザード、長押しでハザード、で一番下がもう、おい、これ結構強烈やな。最後じゃあこれライディングポジションはどう、ハンドル足回りしてみて、スキはもうバッチリ、ライディングポジションも苦しくない、苦しくない。ソロシートはどう、座り心地も、うん、いい、うん、なんかサスペンションの動きを感じれそう。おこれでサーキット行くなら、サーキットはこっちで行ってほしいけどな。俺的にはバナナが好きやで、ね、私アメリカ乗ったことないんですけど、うん、なんかちょっと乗ってみたいなっていう感じです。そうか、うん、これじゃあね、ぜひぜひ女性のライダーの人にも、はい、はい、ご購入おすすめします。 YouTube 見たって言ってもらったらね、はい、バッテリーテンダープレゼントします。もうついでにね、いつも見てますよとかっていっぱい言ってくれたら、もうキャップか T シャツぐらいもアパレルなんかすぐサーチしちゃいます。はい、じゃあね、お問い合わせお待ちしてます。なんと実はこのオートバイ、世界限定750台で2020年に発売されたオートバイになります。で、日本には限定50台だけ輸入されたんだけど、これ何が悲しいって、当時まだインディアンってそんなにまだ日本に認知度がなくて、なんと12台はアメリカの方に12台持って帰られちゃって、大人気やねんて、アメリカで足りないってことで、アメリカのディーラーが欲しい欲しいって言ったから戻りました。日本には38台しかないんだって、でしかもその38台は翌年まで新車で余ってたはずなのに、急に火がついて全部売り切れて、今は手に入りにくいモデルとなって人気なんです。それがこの100周年の記念から、やっぱり一番クラシカルに作られてて、前さ、あの動画一生懸命乗ったやつ覚えてる、うんうん、あれもスカウト、おお、かかった、アクセル煽って左で、あんな感じで、うん、本当に当時のカラーリングを模して作ってるから、今人気あるのがこのデザインが、今逆に言うとこのデザインがないんで、あ、そうなの、そうだから、これ今は人気なんだけど、当時不人気だ、ごめん、必ず当時不人気なものが人気になるね、そうですね、そんなものもあったな、これ、はい、ですね、いや、本当にもうアメリカにまで送り返したぐらいだったのに、うん、今となっては手に入るというモデルになってます。今ちょうどね、これ中古車展示場というか、こちらに展示して販売しているので、いつでもお問い合わせください。概要欄の方に貼っとこうと思います。はい、じゃあね、いつでも試乗もできるし、はい、はい、こうやって中古車もあるんでね、いつでもこちらまで来てください。京都南インターのところにあります。バイバイ。